3連戦の初戦放送席、放送席、そしてマリーンズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。見事接戦をもぎ取りましたマリーンズ、今日のヒーローは藤原恭大選手です。ありがとうございます。さあまずはバッティングの方から振り返っていただきたいと思います。5回反撃ののろしを上げる2点タイムリーツーベース、あの打席振り返っていただけますか。そうです、まあ、朗希が、頑張ってくれてたので、まあ、なんとか、点を取れるようにという気持ちで、打席に入りました。貴重な貴重なタイムリーとなりまして、その後同点に追いついてからゲームが均衡する中、チーム内ではどんな声を掛け合っていらっしゃったんでしょうか。しびれるゲーム展開の中、チーム内ではどんな声を掛け合っていらっしゃったんでしょうか。そうです、まあ、チームの雰囲気はすごく良かったので、負けててもやっぱりベンチも盛り上がってたので、まあ点を取れる雰囲気はすごくありました。そして延長10回、あの回先頭バッターでした。粘って粘って10球目フォアボールを選びましたけれども、打席の中での意識というのはどうだったんでしょう。なんとか、フォアボールを取るっていう気持ちで打席に入ってたので、
まあ、そのような形になったので良かったなと思います。そしてその後決勝点となるホームイン、ホームを踏んでどんなお気持ちでした？まあ、大塚コーチと、浅いフライでも行くぞっていう声かけをしてたので、まあ、浅いフライでもしっかり変えることができたので、まあ、いい走りができたかなと思います。そして投げては先発の佐々木朗希投手が粘りの投球、日本人投手最速タイとなる165キロの球をビュンビュン投げ込んでいらっしゃいました。後ろで守りながらどういうふうにご覧になってました？まあ、後ろから見ていて、まあ、結構連発したので本当に、すごいなというか一緒の人間じゃないのかなというくらいの、すごい人なので、まあ、今日は、点を取られてしまったんですけど、まあ、いつも助けてもらっているので、今日は、援護できてよかったなと思います。その後も息詰まるしびれるゲームをブルペン陣が守りきってくれました。さあカードの頭を取りまして、明日もここ京セラドームで試合が行われます。意気込み、そして力強いメッセージを最後にお願いいたします。まあ、明日からも、こういう接戦が続くと思うんですけど、やっぱりこういうのを、ものにしていかないと優勝できないと思うので、まあ、明日からも、しっかり勝てるように頑張っていきたいなと思います。ありがとうございました。今日のヒーローは藤原恭太選手でした。ありがとうございます。地元大阪でヒーローに輝いた藤原恭太のヒーローインタビューでした。藤原の働きというのは今日非常に大きかったですね。そうですね、はい、3点取った場面なんですけどね、今1点しかならないと思ったんですけどね、やっぱあそこでねツーベースというかね、長打でね、なお自分がねこうセカンドまで行けたっていうと、ね、あれ大きかったですよね。でそこからのね、まあ、ツーアウトになってからの同点でね、やっぱね、藤岡選手もね、やっぱり何が何でもっていうね、そういうあれが出てましたよ。まあ、そういった意味では本当にこう、まあ、打線のつながりというか、なんとかこう食らいついていこうっていう、そういう、まあ、ゲーム展開というか、選手のこの意気込みというか、そういう意識というか、そういうのは見えましたよね。今シーズンも開幕して非常にこうチーム内での大きな働きを担っている藤原恭太、今日の試合も、打って、そして走って